解散証書の読み上げ馬鹿野郎解散は、1953年3月14日の衆議院解散の続称である。この解散に伴って、第26回衆議院議員総選挙が行われた。1953年2月28日、第15回国会中の衆議院予算委員会で、吉田茂首相と社会党右派の西村、栄一議員との質疑を当中。 吉田が西村に対して、バカ野郎と発言したことが、きっかけとなって、衆議院が解散されたため、こう呼ばれる。なお、バカ野郎と書くと大声を出したような印象を与えるが、吉田は席に着きつつ非常に小さな声で、バカ野郎とつぶやいたのみで、それを偶然マイクが拾い、気づいた西村が聞きとがめたために、騒ぎが大きくなったというのが実態である。 バカ野郎解散の永因は、吉田内閣の通産大臣、池田隼人にあり、池田が、中小企業の一部倒産もやむを得ない、所得の多い人は米を、所得の少ない方は麦を食うというような、経済原則に沿った方へ持っていきたいなど、度重なる問題発言を繰り返し、野党から通産大臣不信任決議案を提出され可決。窮地に追い込まれた吉田が、 衆議予算委員会における必要な質問に該当発言を連発したものである。問題となった吉田と西村の質疑応答の内容。委員会では委員長と挙手して委員長に発言許可を求め、君、内閣総理大臣と指名されてから発言するので、町長々発誌のやりとりがあったわけではない。直後に吉田は発言を取り消し、西村もそれを了承したものの、 この出現を議会形視の表れとした社会党右派は吉田を議員としての懲罰事犯に該当するとして懲罰委員会に付託するための動義を提出3月2日に行われた採決に際しては自由党非主流派ばかりか野党の改新党で吉田側と協調姿勢を見せていた大麻忠だらの一派が欠席したことで動義の可決は微妙と見られていたが主流派と見られていた 広川博士前農将らの一派も欠席したため、懲罰委員会への付託動議は可決された。さらに、追い打ちをかけるように内閣不信任決議案が提出され、先の懲罰事犯の委員会付託動議採決で、欠席した自由党派と山派34名が脱党し、不信任案に賛成したために3月14日に、これも可決。これを受けて、吉田は衆議院を解散し、 4月19日に第26回衆議院議員総選挙が行われることになった。バカ野郎発言があった衆議院に予算委員会議事録さすがの吉田も発言当初はつい言ってしまったのがマイクに入ったとょげ返っていたが数日後には元気を取り戻し会合でこれからもちょいちょい出現するかもしれないのでよろしくと余裕尺尺のスピーチを行っている。また 広川の裏切りについては、坊主は三代たたるとイギリス仕込みのユーモリストである吉田らしい表現で皮肉っている。吉田と西村の関係は以前からしっくり言っていなかった。第二次世界大戦中、吉田は新英米派として軍部に睨まれ、一時憲兵に身柄を拘束される浮き目にもあっていた。逆に西村は軍人とのつながりがあり、戦時中かなり力が強かった。 そのような厄みも手伝って、吉田は西村に好感情を抱いていなかった。これが、馬鹿野郎発言の一因とする見方がある。この時の新聞記事では、二人の興奮したやりとりの小場内は静まり返り、そんな中、岡崎勝男外相に何事かを囁かれた吉田は、にやりと笑って、立ち上がり丁調に取り消すとある。このことから、吉田の心中は、 緊張のための照れ笑いと言い過ぎたとの思いが交錯した複雑な心境であったことが伺われる。解散後の総選挙では吉田の率いる自由党は大敗、かろうじて政権を維持した者の少数与党に連絡し、吉田の影響力は急速に衰えていった。これが吉田大臣につながる。晩年吉田はその回想録の中で取るに足らない言葉尻を捉えて、 不信二案に同調した与党の仲間を裏切りと糾断し、当時起こった多くの機械児で最大のもので忘れることができないと述べている。上記のように吉田が発言を取り消したため、議事録の中では西村と吉田が発言した、プレーとバカ野郎という単語は、および、で伏せられており、現在の議事録で全てを確認することはできない。ありがとうございます。